今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。今月5日に大怪我を負い救急搬送された女優の田畑智子さんが14日ドラマ収録に復帰しました。騒動後初めて公の場となった田畑さん、詰めかけた大勢の報道陣を前に元気な姿を見せてくれました。この度お騒がせして本当に申し訳ありませんでした。怪我の方もだいぶ回復しましたので、予定通り今日お仕事することができます。田畑さんは交際中の俳優岡田義則さんの自宅で怪我を負い、岡田さんに付き添われて病院に行ったとのこと。今回は岡田さんにもご心配をおかけしましたので本当にご迷惑おかけしてすいませんでしたと岡田さんにメッセージを残し、ドラマの撮影に向かわれました。無事で何よりです。ネイルクイーン2015の授賞式が16日に開催され、タレント部門に南明奈さんが選ばれました。2013年にはアイドル部門を受賞したこともあるネイルクイーンの南さん、今日もひときわ目立つド派手ネイルで登場。受賞の喜びを語ってくれました。今日の朝6時からスコアしてます。すごい、5時間2回目受賞できたのは一緒に喜びました。あの方ではないまあもちろんその方にも見せたいですけども、やっぱりネイリストさんと一緒にいただいた賞なので。交際中のお笑い芸人よい子浜口まさるさんの話題を出すも、南さんは華麗にスルー。女王の余裕でしょうか。おめでとうございます。元サッカー日本代表の前園真聖さんが16日クロレッツスッキリオブザイヤー2015の表彰式に出席しました。現在の彼女と6年間も交際しているという前園さん、結婚のご予定は？来年あたり、まあ、いろんな意味で本当の意味でこうスッキリできればいいかなというふうに思ってますので、幸せな報告でファンをスッキリさせてくださいね。フリーアナウンサーの海藤愛子さん、高見由里さん、岡添真紀さんが14日セントフォーススピリッツ35周年メモリアルムック観光記念イベントを開催しました。事務所の先輩でもありアナウンサーの先輩でもある中田亜希さんの結婚について語ってくれましたよ。なんかすごく幸せな気持ちになりましたよね。思います。美人キャスターたちのハートを射止めるのは誰なんでしょう。目が離せません。俳優の阿藤海さんが急病のため15日に自宅で亡くなったことが16日分かりました。69歳でした。訃報を受け阿藤さんのブログにはファンの方からの追悼コメントが続々と寄せられています。タレントのギャル曽根さんは自身のブログで、いつも会うとニコニコ優しくいろんなことを教えてくださった大好きな阿藤海さんと阿藤さんとのツーショット写真を掲載し、突然すぎる死を悼みました。ご冥福をお祈りします。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。